ああ、ソフィーか。こんなところをほっつき歩いてどうしたんだ。実現できるかどうかもわからんことに労力を使う気にはなれんな。この時計屋さんってさ、本当にお客さんいないよね。こんなのでお店やっていけるの？来るなりなかなかきついことを言ってくれるじゃないか。何もないのが一番だ。それじゃ俺は戻るとしよう。本が喋ってるだと。驚いたな。まさかソフィーがここまで。俺しか頼れる人がいないか。ちくしょう、どいつもこいつも親父と比べやがって。いや、もう一回だ。ここで諦めるわけにはいかない。あいつは俺を頼ってくれてるんだ。意地を見せないとな。とっておきは最後まで隠しておくものぞ。それが嬉しかったんだ。人に頼られたことなんて初めてだったからな。一人でも俺を頼ってくれる奴がいるなら頑張らないとって思ったんだ。時計の調整してるの？そうだ。ここのは特に古いからな。俺は親父と違うからな。俺は俺なりに時計修理の腕を鍛えるとするさ。ハロルさん。うん、ハロルさんならきっとなれるよ。ああ、必ずやってやるさ。